院長、鈴木君、生活の党の鈴木でございます。まず最初に、日銀の金融政策について、質問をさせていただきたいというふうに思います。アベノミクス効果なのか、株も上がり、円高が止まり、景気も少しずつ上向く兆しが見えてまいります。そういった良い流れに水を差すというつもりは全くありませんが、私はどうしても総理が掲げる大胆な金融緩和が行き過ぎた金融緩和になるのではないかと、こういう心配を実はいたしております。良いインフレならいいんですけども、悪いインフレが起きて実体経済がついていかない、先ほどの話のように国民の賃金所得が上がらない、物価だけが上がる、そんな事態を招くのではないかと、私はこの大胆な金融緩和、そして2年で 2% のインフレ目標達成というのは非常に危険をはらんでいると、このように考えておりまして、そこで以下順次、安倍総理と黒田日銀総裁にお伺いをしてまいりたいと思います。まず 2% の物価安定目標でありますけれども、これは日銀が定めたものではありますけれども、日銀と政府の共同声明で明記をされたということであります。したがって、当然のことながら共通の目標なのだと理解をしております。その上でなぜ 2% なのか、問題はですね、ここでありまして、これまで過去20年間ほとんど実現したことのない数字をなぜここで掲げたのか、グローバルスタンダードだからとかですね、イングランド銀行がそうしているとか、そんなような理由ではなくてですね、この国、我が国日本で私たちの国民にとってなぜ 2% の物価上昇を目指すことが本当に良いのか、その理由をですね、総理とそれから日銀総裁に順次お伺いをしたいと思います。内閣総理大臣。この十数年の間ですね、ずっと日本はデフレに苦しみ、そして行き過ぎた円高の中でですね、どんなやさや頑張って知恵と労力を使ってもですね、物は売れないという状況に陥っていたわけでございます。そして、GNI で言えば約50兆円の国民の富が失われてしまったんですね。毎年毎年これ、デフレ下にあってはですね、物の値段が下がっていく以上に残念ながら収入が減っていくということに大きな問題があります。結果としてですね、現金で持っているのが一番いいわけでありまして、物の値段が上がっていかない中においてはですね、実質金利は高くなっていくわけでありますから、現金を持っておいた方がいい。もちろん消費は起こりませんし、投資は起こらない。結果として経済は縮小してですね、人々は職を失っていくというところに直面をしていくわけでございます。ですから経済を正常に動かしていく上においてはですね、やはりこのデフレから脱却をしなければならないと、こういうことでございまして、その中において大胆な金融政策、ずっとこれはデフレマインドというのが10年以上こびりついてしまったわけでありまして、物の値段は上がっていかない、給料は上がっていかない、よって企業はなかなか設備投資もしなければ、投資もしなければ、従業員の給料も上げない。これを変えていく上においてはですね、いわば今日よりも半年後の方が物の値段が上がっていくんであれば、それは早く買った方がいいし、機械であれば早くその機械を買って設備投資をした方がいいということになって、初めて経済は動き始めるわけでございます。そこで我々は大胆な金融緩和政策を取って、しかしそれはただどん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 闇雲に金融緩和をするということではなくて、 2% という安定目標を設けますから、つまりここがある意味では歯止めになってくるわけでありまして、同時にこれを設けて、かつ日本銀行が責任を設ける、責任を持つ、コミットすることによってですね、初めて市場もそれを信じるということになるのではないかという中において、我々は大胆な金融緩和と、そして機動的な財政政策、さらには長続きさせていく、この継続的な成長をですね、維持をしていくためにも、やはり民間の投資を喚起する成長戦略、この3本の矢を同時に組んでいくべきだと、
こう判断したところでございます。鈴木黒田日銀総裁。時間の関係ありますね、短く。 2% の物価安定目標を設定いたしましたときの議論でございますが、第一に消費者物価指数はご承知のようにラスパイレス方式に基づいて作ってあるということもありますし、新製品がタイムリーに入らないということであって若干情報バイアスがあるわけです。でそれを考慮する必要があるということ、それから第二に、実質的に物価上昇が完全にゼロであるというと相対価格の調整が非常に難しくなると、それからさらには名目金利はゼロというのは下限ですので景気が悪化したときに金融政策の対応力を確保していくという必要もあるということがあって一定の乗り代がいると、物価指数がそもそも課題に出ている部分もあるということと、もう一つ乗り代が必要だということで 2% ということにされたわけでして、これは ある意味でほとんどの中央銀行が世界的に捉えているグローバルスタンダードになっているわけです。グローバルスタンダードだからというよりも今申し上げたような実質的理由があって 2% という安定目標を決めたわけでございます。委員長。鈴木勝正君。時間の関係ありますので端的にご答弁いただければ結構だと思いますが、さて総裁にお伺いをします。いよいよ明日あさってとですね、日銀の政策委員会そして政策金融政策の決定会合が開かれるわけであります。総裁にとってはまず最初の試金石ということになるんではないかと思いますが、そこで、どういう形でこの決定会合がですね、結論を出すのかということです。これはもちろん明日明後日を経過しなきゃ当然わからないということになるわけでありますけれども、しかしですね、政策委員会のメンバーについて総裁のお考えに反対という方もいるんではないかというふうに伺っています。1月の決定会合では民間のエコノミスト2名の方がですね、明らかにこのターゲットは反対であると、 2% は反対であると、こういうことをおっしゃったというふうに聞いてますが、そうするとですね、まずその先行する期待をですね、どういわゆる実体経済として波及をさせていくのか、これがもちろん新生日銀のですね、黒田総裁の一つの大きな課題なんですけども、そこをですね、どういう形でこの政策決定会合を向かっていくのかということが一つで、もう一つはですね、いわゆるその反対をするという方が見えたときに、これは総理に私ぜひお伺いしたいんですけども、その反対をするような委員にはやめてもらいたいというようなですね、おそらく総理の腹の中ですよ、これは分かりませんが、そういうようなお気持ちがあるんではないのか、一度ぜひここでですね、確認をさせていただきたい、黒田総裁に1点、安倍総理にあと1点お願いします。安倍内閣総理大臣。私も至らない人間ですから、なんか気に食わない人がいるとですね、こんなやついない方がいいと思うことはありますが、しかしそれはやってはいけないことであってですね、総理といえども日銀のですね、政策委員はですね、完全に独立している存在ですから、そしてこの金融政策の専門家として敬意を持っております。ですからその中においてですね、自由闊達な議論を行う中において新たに任命された黒田総裁そして2人の副総裁とともにですね、いわば 2% の物価安定目標に向けてですね、有意義な議論をしていただきたいと、このように思うところでございます。黒田日本銀行総裁。政策委員会は9名の委員からなる合議体でございますので、合議体の中で賛否がいろいろあるということは当然でございます。ただ合議体としてすでに1月に 2% の物価安定の目標をできるだけ早期に実現すると、そのために金融緩和を推進するということまでは決定されてますので、その時の賛否にかかわらずですね、政策委員会としてはそれが決定事項ですので、それを実施していく義務があるわけでございます。ただ具体的にこれからどのようなことをやっていくのかと、あるいは
どのようなタイムスパンで考えていくかということは十分政策委員会で議論していただきたいと思いますが、私といたしましては金融政策の効果が浸透する期間として通常まあ2年程度のタイムスパンを考えるというのが多くの中央銀行の例でございますので、そういうものを念頭においてやはり2年程度の期間を念頭に置きながら期待の裏付けになるような量的にも質的にも大胆な金融政策を行うということで、なければならないと思っています。ただ具体的にどういうふうになるかということはこれからの政策委員会での議論でございます。鈴木勝正君。そこで私は日銀のそのいわゆる独立性ということについて少しお話をさせていただきたいと思うんですが、総理はですね、日銀法の改正ということも視野に入れてお目になるやに伺っております。だから本当にですね、その時の政府の思い通り日銀を動かしていく、そして一緒になってやっていくということがそれは理想かもしれません。しかし万が一にですね、政府だって間違った判断をする時もあるわけですよね。そういうこと時にはやっぱりですね、日銀は通貨の番人として、その毅然として国民経済を守っていく、通貨を守るというそういう存在で私はなければならないと、いうふうに思って、おるわけです。で前にですね、白川前総裁が実は講演でこういうことをお話をされてました。ドイツの中央銀行のブンデスバンクについてかつてドイツのコール首相はこう話をしたそうであります。政治家としてブンデスバンクの金融政策決定を好ましく思ったことはあまりないが、一市民としての自分はブンデスバンクの存在を喜ばしく思うと、こういうことをおっしゃったという紹介記事がありました。でこれを聞いてですね、総理はどのような感想をお持ちなのかぜひお聞かせいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。コール首相はですね、いわば、政府と中央銀行との関係について、ご自身のお考えを述べられたんだろうと、このように、思います。政府としては、中央銀行に対してこういう政策を取って、いわばこういう手段を取ってもらいたいと思ったときもあるでしょうけれども、しかしそれはやはり中央銀行が独立性を持って、政策を実行していく、手段を実行していくということにおいてはですね、そうあるべきだと、ドイツはそういう制度が、しっかりと確立をされているということは一市民として喜ぶべきことだと、こう思われたんだろうと、このように思います。日本においてはですね、当然中央銀行の独立性、これは担保されているわけでございますが、その中で日銀法の改正について我々がですね、かつてなぜその日銀法の改正が必要かと考えたのはですね、日本銀行はですね、神のごとく間違いないわけではありません。日本銀行といえどもですね、政策判断を間違える場合もあるわけでございますが、大切なことはですね、いわば政策目標については政府と日本銀行が共有しなければ、これは財政金融政策がうまく回っていかないわけでありまして、経済にとってもこれは不幸なことであります。そこで大切なことはですね、やはり目標を共有することではないか、こう思うわけであります。我々は有権者にから選ばれる、これは鈴木委員と同じでありますが、有権者から選ばれ、そして有権者によって選ばれた議員によって選ばれた政府であります。我々は直接国民に対して責任を負っている立場でございます。その私たちはいわばまさに政策目標を日本銀行とも相談をしながら決めていく、そして日本銀行はですね、その政策目標について到達をするという責任をやはり明確にするべきではないかということであります。我々は選挙においてその結果責任をですね、問われるわけでございますが、では日本銀行は果たしてどこでその責任を問われるのか、何に対して問われるのかということでございまして、そこでやはり何に対して問われるのかということは明らかにしていこう、つまりそれは政策目標について達成できたかできなかったかではないかということにおいてですね、この日本銀行法の改正も検討していくべきではないか、
こう考えたところでございますが、手段においてはですね、手段においてはこれはまさに日本銀行は独立をしていなければならない。ですから私は総理になって一度も手段について何か物を申したことはないということは申し上げておきたいと思います。委員長。鈴木勝正君。総裁に最後にお伺いをしたいと思うんですが、いわゆるその今、総理はですね、日銀も間違った判断をしないとも限らないと、こういう趣旨のお話でありました。私は政府も間違った判断をしないとも限らないと、まさに裏腹だというふうに思ってます。そこで最後にですね、いわゆるその日銀としてのいわゆる独立性を担保しながら、そして本当に通貨の番人として毅然としてやっぱり国民を守ると、国家を守ると、そういう気概でですね、総裁の任に当たっていただけるかどうか、今のそのお考えをですね、お示しをしていただいて、お引き取りいただいて結構でございます。黒田日本銀行総裁。当然日本銀行総裁として現行の日本銀行法の定めるところにより、その自主性独立性を十分発揮して、そして物価安定という日本銀行として最大の使命を果たしていきたいというふうに思っております。委員長。鈴木勝正君。ぜひ毅然とした態度でですね、やっていただくことをお願いを申し上げたいと思います。時間もありますので、次に成長産業と言われております再生可能エネルギーの普及促進について伺ってまいりたいというふうに思います。具体的にお話をした方がいいと思うんですが、我が党はですね、一刻も早く原子力からの脱却を目指すということを考えております。したがってそれには再生可能エネルギーの拡大を図っていかなきゃならないということなんですが、実際にはですね、今からお示しをするようにいくつかの問題があるんですね。で、一つはですね、地方自治体が持っておる水力発電のいわゆる売り先なんですけれども、結果的にその東京都を除いてですね、すべていわゆる従来の一般電気事業者が入札をしておると、応札しておるといいますかね、ということなんですね。で、今回東京都が初めて、いわゆる新電力に、と契約をしたんですが、今までですね、買取価格っていうのは9円、これキロワットアワーということなんですが、それがね 14.5 円ということになったんですね。それで東京都にはですね、今まで10億だったのが17億入るということになったんですね。そうするとこれは東京を除いた後のところはですね、結果的には今までと同じような流れの中でですね、この水力発電を、売電をしとるということになると、まさに電力会社が地方を、買い叩いてというと語弊があるかもしれませんけども、ということでなってきとるというふうに思うわけです。で、こういう実態が明らかになってきたというのは一点であります。で、もう一点はですね、太陽光発電の設置、今全国でもやられておるんですが、実はこれがですね、太陽光パネルの設置に不可欠なパワーコンディショナーっていうですね、この機器があるんだそうですが、これが大変な品薄で、欲しかったら前払いでその金を払えと、いうような状況になっておるというふうに伺っておるんですね。で、政府はですね、この実態を把握をしてみえるのかどうか、これを2点目としてお伺いをしたいと思います。で、3点目はですね、いわゆる電力メーターがやっぱりいるんです。その発電設備ですね、ソーラーの。それに対してですね、大きな設備にはいわゆるその日本電気景気検定所っていうんですかね、JEMIC っていうんですか、ここの検査を通過しなければならないということなんですが、これがまたですね、全く遅々として進まないと、こういう状況なんですね。で、この状況もやっぱり政府は把握をしてみえるのかどうか、答弁をいただきたいと思います。茂木経済産業大臣。3問連続でお答えをさせていただきます。まず公営の水力発電についてでありますけれど、電力会社にもですね、私この
自治体を買い叩くとまで言いませんけれど、もう少しですね、調達コストを下げると、まあ、こういった意識を持ってほしいと逆に思っております。ところが現状で言いますと、まあ、公営の発電事業についてはですね、通常自治体と一般電気事業者、まあ、電力会社ですね、間で総括原価方式の下でのですね、規制料金の下で長期の随意契約をやっていると。おそらくその短期でスポットでやるものと違うと思うんですけれど、こういう契約が締結をされておりまして、売電価格が必ずしもですね、委員がご指摘のような電力会社が自治体を買い叩いていると、まあ、こういうものにはなっていないんではないかなと、まあ、そのように認識をしております。まあ、その一方でですね、新たにその新電力が公営の発電事業から電力をですね、調達することは困難だと、まあ、こういうご指摘があることも事実だと思っておりまして、まあ、公営の発電事業者がですね、新電力への電気の販売を拡大させれば、新規参入の拡大であったり、競争条件のですね、整備にもつながっていくと、そんなふうに考えております。いくつか問題があると思うんですけど、やっぱり一つはですね、電気事業者とこの地方自治体の間でですね、こういった長期の契約を結ぶということで一つの慣行になってきたと。それから途中で解約すると違約金がかかると、こういう問題もございます。さらに自治体によりましてはですね、条例等で売電先を一般電気事業者と電力会社と定めているところもありまして、こういったところも見直しをしていかなければいけないなと思っておりまして、まずはやはりですね、電力市場における競争を促すということから、発電の全面自由化と卸規制の撤廃、このことが一番重要になってくると、このように考えております。それからですね、2点目のですね、パワーコンディショナーの件でありますが、確かにですね、昨年の7月に固定価格買取制度、これが開始をされまして、昨年12月までの半年でですね、制度の導入前と比べてですね、累積の導入量、20% 拡大ということで、一時このですね、パワーコンディショナー、品薄になっておりましたが、現在ですね、メーカー各社、増産を行っておりまして、この状況もですね、早晩、解消すると、このように考えております。それからメガソーラーに使用いたします電力のメーターでありますが、委員ご指摘のとおりですね、設置にあたりましては計量法に基づきます日本電気計量検定所において検定が行われることになっておりまして、同検定所によりますと、昨年10月から今年3月までの6ヶ月間においてですね、検定にかかる期間は平均で 3.9 日、4日かかっておりません。ですから、これがですね、大きな阻害要因になっているということは少ないんではないかなと、このように認識をいたしております。鈴木勝正君。3点目のですね、ご答弁については、ちょっと私も納得できない部分がありますが、それは今後ですね、私自身も一度よく調査をさせていただきたいと思いますが、要は総理ですね、いわゆるさっき申し上げましたように、再生可能エネルギーは成長産業で、これから本当に脱原発を図っていく上において、私はどうしても進めてはいけない分野だというふうに思うんですね。そこが国が言っとるほど そのスピードでですね、スピード感責任感を持ってやってないということなんです。でそれは何が言いたいかというと、要するにそこに裏におってですね、圧力をかけているのはいわゆる原子力村とかね、電力村のそういう、私は非常に大きな流れがあるんではないかなというふうに危惧をいたしております。そうでなければいいんですけれども、いずれにしてもやはりこの脱原発を図っていく上においては、それに代わる自然再生エネルギー、それがまた新しいいわゆるエネルギー、そういうものに対してもっともっと政府として力を上げていっていただきたいと、このことを申し上げたくてですね、この質問をさせていただいたということをご理解いただきたいと思います。で、次に入らさせていただきますが、ISDS でございます。でこれはいくつかですね、重要な点もかなり議論をされておりますけれども、仲裁手続きの不透明性だとか、仲裁判断の統一性だとか、予測可能性の欠如だとか、多大な仲裁費用の負担だとか、いろんな問題があると、いうことなんですが、これについてですね、言っとるだけではダメなので、具体的に3点、3つのケースをですね、ご紹介をさせていただいて、まとめてご答弁をいただきたいというふうに思うんですね。カナダ政府が、
いわゆるそのアメリカのですね、燃料企業エチルっていう会社が、まあ、いわゆるそのカナダでの事業を、まあ、要するに、妨害をしたと、邪魔をしたと、まあ、こういうことで訴えられて、カナダ政府が1900万ドルの和解金を払い、それから今の規制ですね、環境問題の規制をもう撤廃せざるを得なくなったと、まあ、こういうことなんですね。これが1点目で、もう1点はですね、やっぱりアメリカの企業のマイヤーズっていう会社なんですけれども、いわゆるそのカナダ政府が健康上の理由からその PCB の含有廃棄、まあ、廃棄物の輸出を禁止したということで、非常に不利益になったと、まあ、いうことでカナダ政府をいわゆる提訴したと。でこれはですね、やっぱりその賠償命令を下しておると、まあ、いうことなんですね。でアメリカ企業によるその提訴の結果、カナダ政府は先ほどもそうですけども、このケースも賠償を支払わなきゃならないと。これが2つ目です。で3点目はですね、イーライ・リリーというまあ会社なんですけども、これはあの医薬品の、アメリカの医薬品のメーカーなんですけども、ここも結局カナダ政府がいわゆるそのジェネリック医薬品メーカーを優遇するために、自分のところに不利益を被らあのまあ被ったと、まあ、こういう理由でですね、いわゆるその訴えを出したということです。でこれはまだ現在は係争中なんですけども、でむしろこれはですね、アメリカの市民団体がそのイーライ・リリー社を、それはおかしいじゃないかと、そんなことで、その提訴するのはおかしいじゃないかということでですね、非難声明を出したと、まあ、こういう話もあるんです。で以上ですね、3点こういろいろなケースを申し上げました。まだまだたくさんありますけれども、そういうことをいわゆる見ていくと、このいわゆるその ISDS というものについてですね、果たして、比較的そう問題はないよと、大きな問題はないよと、こういうふうに政府は考えてみるやに私は見ておるんですが、実際にはこういう問題一つ一つ入っていくと相当大きな問題を含んでおると、これはあの今までの議論でもですね、相当言われてきておりますが、私は改めて、総理の一遍考えをお伺いしたいと思います。茂木経済産業大臣。委員ご指摘をいただきましたですね、マイヤーズであったりとか EIGD、米国の企業とカナダ政府の関係でいくつかの事案が確かに出ております。ただ、ISD 条項は非常にですね、特殊なものかといいますと、各国のですね、投資協定におきましても広く採用されておりまして、我が国がこれまで締結いたしました15の投資協定、そして9つの EPA にも規定をされております。唯一ですね、採用されてないのは日本とフィリピンの、まあ、EPA だけであります。そしてこれらの協定のですね、締結にあたりましては、当然国会のご承認をいただくことになっております。先進国の企業との関係でいろんな問題が出るんではないかと、まあ、こういうご懸念、まあ、委員もお持ちかもしれませんが、例えば日本は、スイスとも EPA を結んでおります。また韓国ともですね、投資協定を結んでおりますが、この ISD 条項に基づきます手続きで訴えられた事例は今までございません。そしてISD 条項につきましてはですね、海外の投資家によります円滑な事業活動を確保しなければならないと同時に、国内におけるですね、規制権限の確保と、このバランスを取っていかなければなりません。一方で日本の企業が海外に出ていくということを考えますと、この海外で活躍する日本企業のですね、事業活動をどこまで支援、保護できるかと、こういう観点からの検討も必要だと考えております。なお、TPP 交渉におきましてはですね、これまで得られた情報によりますと、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、ISD 手続きの乱用を防ぐための規定、これが検討されている、このように承知をいたしております。委員長。鈴木勝正君。いよいよ時間がなくなってしまいました。今のお話はですね、私が配らせていただいた資料に、投資協定15本、それから EPA9 本、だけども、これは結局、途上国というと大変ご無礼ですけどね、そういうところと の協定でありまして、やはり、先進国同士ということになるとかなり状況が変わってくる、このことを、申し上げておきたいと思います。最後に春は名のみの
風の寒さよという歌がありますが、まあ、春は名のみの物価の高さよと、こういう話になっておるんじゃないかなと。本当に今国民の皆さんはですね、アベノミクス、確かに冒頭申し上げましたように順調な面もあるんですが、その陰で給料は上がらない、そして雇用もそんなに回復しない、そういった特に間違いなく上がっているのは税であり、そして物価であるという状況になるわけです。でやはり私は総理がですね、こうして、5年間の矢に見えてね、大変なご苦労された。でその時のやっぱり苦労をですね、ぜひ一つ大切にしていただいて、弱い人の立場、強者の理論ではなくて弱者の目線でこれからの社会保障とかですね、そういったことについては徹底的にやっていただきたい。この部分の、まあ、総理の哲学をね、実はお伺いしたかったんですが、残念ながら時間がなくなってしまいましたんで、またにさせていただきますけども、そのことをお願いを申し上げてですね、強く申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて鈴木君の質疑は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。